前半苦しい試合展開だったんですけど、そこをみんなで耐えて、それはサポーターの皆さんも声をかけたくて、声をからし応援してくれたおかげで、僕が守りきることができました。みんなで本当に声をかけたと思います。大学生で、毎日の仕事で語った感想はいかがですか？チームが始動してから、今日試合に出た選手、メンバーに入った選手、今日はメンバーに入らなかった選手、みんなで、フロントスタッフが、みんなでチームが変わろうというエネルギーを出してきました。それが本当に結果になって本当に良かったです。安心します。今日は無失点での勝利となりました。次節に向けて応援してくれるサポーターの皆さんに一言お願いします。次節も、必ず勝ちたいと思います。皆さん、北九州まで応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。